中等学校令は近代日本の中等教育機関のうち中等教育学校を規定していた直例である。1943年1月21日交付、同年4月1日に施行された。これにより中学校令、高等女学校令、実業学校令は廃止された。広告の道に則っ,って高等普通教育、または 実業教育を施し国民の連成を行うことを目的とし、それまで別々の法令で規定されていた中学校、高等女学校、実業学校を中等教育学校としてひとまとめにした。関連して1943年3月2日に中学校規定、高等女学校規定、実業学校規定が制定された。北海道、府県、 市町村、市町村学校組合、町村学校組合、これらに準ずる、もの、詩人が、設置者とされた。設置、廃止の認可は、公立、私立問わず、文部大臣が行う。4年とする。ただし、高等女学校の修行年限を2年、実業学校の修行年限を、男子3年、女子2年に短縮することができる。必要に応じて、夜間の授業を行う。 修行年限は中学校と高等女学校が3年、実業学校が男子4年、女子3年とし、入学資格を国民学校高等化終了程度とする。原則として文部省が著作権を持つ者を使用しなければならない。徴収することができる。ありがとうございます。